58キロ、あまり違う女、シーフィ
ピア車さやか157cm 50kg 輝くスターダムドリーム、アーティストオブスターダム並びにワールドオブスターダム2冠チャンピオン中野試合に先立ちまして花束の贈呈がございます。皆様ご来場の際、会場入り口駐車場に大きな看板、今日の宮崎大会の大きな看板ご覧になりましたでしょうか。その看板をお作りいただきました吉本興業有限会社代表取締役吉本有弘様より、舞花選手に激励の花束が贈呈されます。オフィシャルカメラマンいますので、レフェリーデューク佐渡、
違うわ。じゃあ酔っ払いみたいになっちゃうからやめてよ。
目指してるよね。残りの一つ沖縄大会が3月に決定しましょう。イエーイ。ハイハイどうしました？ハイハイどうしました？水着試合していいってことですか？それはあ、発表されると思いますので皆さんよろしくお願いします。あと外の方にね試飲会、これタダなんで、はい、タダでいただきましたんで、ぜひ皆さん試飲していただいて、ね、神楽市のキムカのクローマアマテラスマイカ、あと今日は鈴木すずのねボトルもありますので、ご購入の方よろしくお願いします。鈴ボトルの方にはわずかとなっている模様でございます。どうぞお早めにお買い求めください。